はい、どうも、しです。今回はですね、下、学校に行きたくない君へというテーマでお届けしていきます。でね、サムネにもあると思うんだけど、私はね、学校行かなかったんですよ。行くのやめちゃったんですよね。それはね、小学校の時にね、実はいじめにあって、2年ぐらいね、引きこもったんだよね。まあ、中学、高校と、復帰しては不登校になってはっていうことをね、繰り返したね。なかなか学校っていう環境に馴染めなくて、友達にもなかなか馴染めなくてね、引きこもりゲーマーだったんだけど、で結果的にその大学はたまたま楽しいとこだったから、大学は4年間ちゃんと行ったから、でもそれ以外の小中高はどれも不登校気味というか、ちゃんとは行ってないかな。でそんな私がね、考えるその学校に行きたくない君へのアドバイスというかね、っていうと、これはね、親御さんにちょっと見せるとね、怒られるかもしれないけど、学校なんか別に行かなくていいかなってね、俺は思うけどね。ただね、学校の教科書あるじゃん。国語、数学、理科、社会とか。あの辺はね、中学校3年生ぐらいまでのレベルまではいけるよぐらいの、知識量というか、勉強量は持っておいた方がいいかなとは思うね。で、大学に行った方がいいかみたいなね、話もいろいろあってさ、大学に行った方がいい人っていうのは、将来やりたいことは決まってない人かな。だからほとんどの場合は大学行った方がいいと思う。もちろん家庭の事情とかさ、いろいろあると思うから、全員が全員行けるわけじゃないと思うけど、でも行った方がいいかな。なんでかっていうとね、やっぱどうしても学歴社会なのよ、日本って。もちろんね、東大だから受かるとか、地方のなんかしょうもない大学だから受からないとかね、そういうレベルの学歴の話じゃなくて、高卒と大卒で明らかに生涯年収が違うのよね。確か9000万とかそれぐらいだったから、ちょっとちゃんと調べてないからね、興味ある人は調べてほしいんだけど、大卒じゃない時点でやっぱ選択肢が狭まってしまうっていう意味では大学には行っといた方がいいかなっていうのが個人的な考えだけど、でもこう言うとなんか矛盾してるじゃん。その学校行かなくていいって言ったのにお前行けって言ってるじゃんみたいな。私が言いたいのは、その大卒の資格は持っといた方がいいよってね、それぐらいのレベルの話だね。で、なんでね、その学校行かなくていいっていうのに勉強した方がいいよって言ってるかっていうと、私が苦労したからなんだよね。はっきり言ってめちゃくちゃ苦労したんですよ。私今30歳なんだけど、大人になるとね、不思議と勉強したくなるんだよね。歴史とかだったり、その算数とかもそうだけど、もちろんその仕事で使うっていうのもあるし、そういうのができると仕事が有利に進められるなっていうことがわかるし、あとなんか不思議とね、本読みたくなるんだけど、その読む本がね、だんだん難しくなっていくたびにね、前提知識を求められるの。小中高ちゃんと言ってるんだったらお前これぐらい理解できるよねっていう前提で話が進んでいくから、何これみたいなことが結構起きんのね。そしたらさ、読みたいのにわからないみたいな。だから漫画で言うとさ、いきなりシーズン3から見始めるみたいな。だからシーズン1と2の前提知識がない状態で見ても、なんかみたいな感じになっちゃうじゃん。だからシーズン1と2はちゃんと見てほしいっていう意味において、学校の勉強はなんか全ての基礎にはなってるから、中3ぐらいまではやっぱちゃんとやっといた方がいいかなとは思う。でもこれは別にね、学校行かなくてもできるのね。家で勉強することもできるし、今なんかほら YouTube とかでさ、なんか予備校の先生とかめっちゃわかりやすく教えてくれてるじゃん。いいよね、あれね。もう学校の先生もいらなくねみたいな、正直思っちゃうんだけど。ただね、学校で実はね、すごい大事というか、学校においてすごい学べるっていうのは、人間関係とかコミュニケーションとかね、その辺が学べるのね、やっぱりね。人間関係とかコミュニケーションっていう意味においては、やっぱり学校に行くっていうのが社会に出る前のすごいいい訓練になるから、学校に行かないとね、社会に出た時にちょっとそういう面で苦労するところはあるよ。もう俺とかめっちゃね、協調性がないからさ、周りに合わせるってことがなかなかできないから、そこら辺でね、やっぱ苦労するってことはあるんだよね。もちろん学校に行かないから絶対コミュニケーション能力が身につかないかっていうと、そうでもない、と思う。今はほらインターネットがあるから、全然関係ないところに住んでる人ともつながり合えるじゃん。だからそこで、ね、コミュニケーションを身につけるっていう方法はあるんだよね。私の場合はリアルのコミュニケーションはね、わがままだからあんまりうまくいかないというか、こう自分の我を通したくなるからなかなかあれなんだけど、俺でもね、ネットの世界でさ、オンラインゲームとかやりまくって、そこでね、大人とすごいつるんでたから、そこで結構コミュニケーション能力身についたんだよね。だからオフラインコミュニケーション能力は低いけど、オンラインコミュニケーション能力は高いみたいな、そういう状態なのよ。で、オンラインコミュニケーション能力が高いと、ネット上で仕事をするときにすごい有利になる。だから私はオフラインの仕事ってほとんどやってないんだけど、オンラインでこうやって YouTuber とか、他にネットを使ってね、自分で会社とかもやってるんだけど、それも全部インターネットの中だけで完結してんのね。今のところだけど。で、そのネット上っていうのは基本的に匿名だからさ、人間のやっぱ汚い部分がよく見えんのよ。
だからね、いかに人間が感情的でね、理性で動けないかってことが本当によく分かった。常識ではこうだからとか、大人だったらこういう風にするよねってみんな知ってはいるんだけど、でもいざとなったらやっぱブチギレんのよね。子供と同じように。ブチギレたり、もうブチ泣いたりとかね。そういうことなんのよ。インターネットって特に匿名だからさ、リスクがないっていう風に、思われてるからね。リスクはあるんだけど実は。でもリスクがないっていう風に思ってるからね。で、私の経験から言うと、その、コミュ障って言われるさ、人とうまく話せないとか、人とうまく関係が築けないっていうのは、関わった人数で決まるんじゃないかなって思ってるんだよね。関わったっていうのは、その、なんとなく関わったんじゃなくて、自分から積極的に関わった人たちの人数で、コミュ障レベルっていうのは決まるっていうふうに思ってるのが私の持論なのね。だから、コミュ障の人っていうのは、なんか能力が低いとか、おかしいとかね、そういうふうに言われてるけど、もちろんね、その、先天的な障害で、発達障害の方とかね、なんか脳にその機能的な障害がある方っていうのは、そういうことが起こるのはしょうがないんだけど、特にそういった障害がなく普通に健康体なんだけどコミュ障の人っていうのは単純に経験が足りないだけだと思うから、リアルで関わる経験がやっぱ一番ねコミュ力レベルは上がるけど、でもネットのコミュニケーションでも質より数ということでコミュ力っていうのは上がっていくと思います。でも自分のメンタルを支えてくれる友達ってのは逆ね、量より質なので、こっちはね、本当の友達とか本当に大事にしたい人っていうのはちゃんと質っていう風に捉えた方がいいかな。本当にその結論的にはその学校っていうのは全然行かなくても OK なんだけど、行かないなら行かないなりにね、やっぱちゃんと考えた方がいい。私はもう行きたくないだけで逃げてただけなんで、それでもいいっちゃいいんだけど、後で後悔すること多少あるから、行かないって決めたなら勉強はやっぱある程度しといた方がいいし、行かないなら行かないなりにその自分の将来設計というか、難しいけどね、その将来設計とかって難しい言い方するとまたちょっとなんかってなっちゃうかもしれないから、自分の好きなことを見つけてほしいかな。私の場合はそれがゲームだったんだけど、それが何につながるのかって言われるとそれはもう誰にも分かんないわけよ。私の時代はね、 YouTube とかなかったし、小中学校の時なんならスマホもなかったからね。だからゲームしててもあんまり意味なかったんだけど、ただの現実逃避だったけど、今は意味あるからね、ゲームなんだってプロゲーマーとか目指せるし、プロゲーマーは無理でもさ、YouTube で自分のゲーム実況動画とかを上げてさ、それで収益を上げるってこともできなくはないので、もちろん簡単な話ではないけど、でもそうやって遊ぶことによって収益が生まれる仕組みっていうのが世の中にはできてきてるからさ、だから好きなことをとことん追求してみるっていうのも今の時代のみんなだったら、少しね将来に意味のあることになると思うんだよね。でもこの話はね、親御さんにはちょっと理解できないと思う。やっぱり親御さんっていうのは、私もね、その子供がいるわけじゃないから分かんないけど、やっぱり安全な道を歩いてほしいと思うんだよね、親からしてみると。子供はいないけど、やっぱペットはいるから、ペットの飼い方もいろいろあるけどさ、その予防接種とかあるじゃん。ペットって予防接種とかあるのよ。例えば、フィラリアとか、感染症にかからないようにとか、あと狂犬病の注射とかね。狂犬病の注射は確か法律で決まってるからやんないといけないけど、もしかしたら飼い主によってはさ、別に大丈夫っしょって思ってやってない人もいると思うんだよね。もしかしたらやんなくても大丈夫なのかもしんないけど、俺とか超ビビりだからさ、常に病院の先生の言うことめっちゃ聞いてんのね。相当真剣に聞いてんのを抱っこしながら、あ、そうなんですかとかって言いながら、それはやっぱりもう心配なのよ。この子に何かあったらもう俺死ぬわみたいなレベルなんで、だからすごい敏感になって他のペットと同じ安全を追求したくなるの。なんかうちのペットだけ特別に違うことやりたいとか思わないの。もう安全に暮らしてほしいからさ、多分ね、親御さんもこういう感覚なんじゃないかなと思うわけ。だから君たちが別に特別な存在にならなくていい。とにかく普通に、一般的に幸せに育っていってほしいって思ってるから、だから学校には行ってほしいし、大きな企業に就職してほしいって思うのは多分ね、自然なことだと思うのね。でも、人生ってやっぱ自分の人生だから、誰に言われるわけでもない自分の人生だから、俺も言われるよ、未だに。ちゃんと定職に就いた方がいいんじゃないかとか、未だに言われるからね、30なのに。ちょっと30になっても、もう迷惑かけてるの申し訳ないなと思うけど、でも言われんのよ。やっぱり、親っていうのは多分そういうもんだと思う。だから別にね、君たちを追い込んでるとかね、学校行けとか言って追い込んでるっていうふうに思うかもしれないけど、多分それはね、心配だからとか幸せになってほしいっていう気持ちからそれが空回りしてるんだと思うね。親もやっぱ不安だからさ、この子どうなっちゃうんだろうなって思うから、学校行きたくないとかって言ったらね。でもね、今ってね、その自分の親世代と比べると本当にいろんな生き方ができるじゃんなってんのよ、その働き方一つとってもね。だから今、君がいくつなのか分かんないけど、中学校とか高校とかそれぐらいの年代の子だったとしたら、働くまでにまだ5年10年ぐらいあると思うけど、その5年後10年後っていうのがどうなってるかっていうのは、君たちの親世代の5年後10年後と比べても読めない。
全然先が分かんないの。今はほらみんなも知ってるようなトヨタとかさ、アップルとかね、そんな超大きい会社いっぱいあるけど、それが例えば昭和の時代に存在してたとしたら、まあトヨタとかは昭和からあるけど、まあ例えば昭和30年代から10年後とかだったら、まあまず潰れてないでしょうって、8割9割潰れないでしょうっていう風になるけど、今の時代の10年後ってもうマジで分かんないのね。アップルとかだって残ってるか分かんないですよ。だからそういう意味では、あの学校に行ってない人もやっぱチャンスあるし、これから学校に行くのやめるっていう子にもチャンスがあるのよね。でもやっぱり親からしてみると、まあ安全にいい企業に入ってほしいと思うからね、まあ、そういう親の立場を知っておくと、過剰にこう言われても、ああこの人って心配して言ってんだなっていう風に思えて、ちょっと余裕ができるじゃん。あの親はそういう風に思ってるから我慢しろっていうことじゃなくてね、我慢なんかできるわけないじゃん、そんな自分の人生だからね。でもなんでこの人ってこんな攻撃的に言ってくるんだろうっていう心理を知っておくと、まあ、ちょっとね、あの気持ちはやっぱ楽になるわけね。まあ何度も言ってるけど、その君が今何歳かっていうのは分かんないけど、自分で感じてる感覚っていうのは大事にした方がいいと思う。もちろんそれが間違ってることもあるかもしれないけど、自分の感覚で選び取ったものっていうのは後悔することが少ないので、自分の感覚っていうのは大事にしてほしいね。あの大人の言うことを聞かなきゃいけないっていうのは、まあ私はそうは思わないから、一意見として聞いておきますよっていうぐらいの感覚でいいと思うのね。もちろんそれはあの私も30歳で一応大人だから、こうやって私が話してることっていうのも、あこいつは不登校経験者で、まあいろいろあったと思うけど、まあこいつはこういう感じで言ってんだなというふうに思ってもらうといいかな。で、学校行きたくないって検索すると、学校にはちゃんと行った方がいいよっていう大人も多分いると思う。で、そういう大人の意見も聞いた方がいい。まあ聞いた方がいいっていうか、考える材料として揃えておくって感じかな。ほら、料理するときにさ、あの冷蔵庫にいっぱい物入ってんじゃん。料理するときって。冷蔵庫にいっぱい物があって、この中からどれを選んで調理してね、美味しいものを作ろうかなって考えるときにさ、全部は使わないわけよ。冷蔵庫に入ってる食材。その中から、まあ自分はこれを作りたいから、じゃあ、じゃがいもと、人参と、バーモンドカレーの具を取って、でカレーが出来上がりますっていう感じだから、自分はこういう風になりたいって思った時に冷蔵庫の中を見るって感覚ね。その大人の意見を聞くっていうのは、そこから何を選ぶかっていうのはもう君の感覚で決めていいという風に私は思います。あのね、学校に行けとかね、学校に行かなくていいよとかね、みんな好き勝手言うのよ。好き勝手言うの、本当に。あの言いたがりだから、俺含めてね、俺含めて言いたがりなのよ。やっぱ人生の先輩ずらしてさ、言いたがりで、でなんでこんなみんな好きかっていうかっていうとね、あの責任を取らないといけない立場ではないからなのよね。親御さんっていうのは、自分の両親っていうのは、まあ責任を取らなきゃいけない立場かって言われると微妙だけど、でもやっぱ責任を感じてると思うね、自分の子供だから。ってなると親御さんもね、頭では分かってると思うよ。学校に行かなくても人生うまくいく人はいるっていうのは知ってるし、自分の子供がそういう才能を持ってるかもしれないなっていうのは多分頭の中であると思う。でもやっぱ心配が先に来ちゃうのよ。心配が先に来て、あと自分自身もやっぱりさ、自分が親で周りの親からどういうふうに思われてるか怖いっていうのも多分あると思うし、周りの親とか周りの住んでる近所の人とかおじいちゃんおばあちゃんとかね、からなんて言われるかわからないって恐怖心があるから、多分ね、頼むから普通に学校に行ってくれって思ってると思うね。まあでもそれはね、あの親の苦労なので、まあ君たちが思い悩む必要っていうのは別にないかなっていうのは個人的に思うけどね。まあ何せよ、そのいろんな人の意見聞いて自分で決めると、で自分で人生を切り開いていく、自分で選択していく、実はこの力っていうのはもうすごい重要、働いててもすごい重要だし、今後もっともっと重要になってくると思うから、学校に行くことに疑問を感じている君にはね、その才能がある。やっぱりその自分で人生を切り開いていく才能があるのよね。学校に行くことについて別に思い悩まない、普通に楽しく暮らしている人っていうのは、まあそれはそれで幸せなんだけど、支持されないと動けない人間になってしまう可能性もあるから、長い目で見るとそれは本当に幸せなのかなって思う面もあるよね。例えば会社に入ってずっと平社員のまま給料も上がらずに、これからの時代その会社が、ね、いつ潰れるか分かんないから、それで会社が潰れてしまって路頭に迷って最終的にはホームレスになってしまうみたいな、そういう人生を歩む可能性もあるわけよ。今学校に行ってるすごい楽しそうなスクールカースト上位のさ、ちょっとなんかイケメンでどうのっていうもてはやされてってね、腹立つわって思ってる人いるかもしれないけど、そいつがね30歳40歳になった時に幸せかどうかっていうのは分かんないから、今現時点で幸せそうな人を見てね、そういう風に決めなくてもいいかなっていうのは思うよね。私もその学校に行く意味なんてあるのかなと思って学校に行かなくなってね、まあ多少の後悔もあるけど、でも今の仕事には間違いなく生きてる、その不登校の経験っていうのはね、まあだからね、無理しない程度に頑張ってほしいなって思うよ。まあ、本当に無理しないっていうのは大事だからね。自分の心は自分でしか守れないからね。まあ、本当に陰ながらではあるけど応援してます。
一応その私のチャンネルはね、その私のこうやっていろんなメンタルがね落ちてった経験とか、うつ病になってしまった経験とかからこう練り上げたね気持ちが楽になる考え方とかね動画いっぱい撮ってるから、もしねなんかモヤモヤすることがあるんだったらね、私の動画他にもいっぱいあるからね、それをちょっと見てほしいなというふうに思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。